大下うだるオノモルフィネ1これは S という海岸の町に起こった事件であるその日は太陽の色が血のように赤かった一帯が涼しいので有名な町だったが その日はどうしたものかひどく暑かった町じゅうのどこの町へ行っても人通りがないそしてそのくせに耳を澄ますと何かしらガヤガヤという物音がした空気がどんよりとよどみきって小ゆるぎするほどの風もない自動車それはこの町をただ通り過ぎるだけのものだったが自動車だけが むやみに早い速力で真っ白いらから93度に登っていた寒暖計は午前10時というに97度半へ登ってしまった病人はムンムンする部屋の中で力のない息を吐き食に敗れた労働者は据え切ったにおいのするどぶのかたわらで狂気じみた瞳をきらつかせた。 海岸に近い軽駐在所では、一人の巡査がぐったりと椅子に持たれていた。こんな日には何かしら血生臭い事件がある。助教師の打体事件、漁師町の妊婦殺し、昼の色町の無理心中、そして山手の毒殺事件。巡査はそれらの事件がどこからともなく起こりそうな気配を感じたが、 しかし、身動きをするだけの気力がない、ぼんやりと乾いた道路を眺めていた。入り口には放線花の鉢があり、ほこりをかぶったままくんなりと首を垂れている。水をやらなきゃなるまいなあそう思ってやおら腰を上げたとき、巡査はびくっとして向こうへ目を上げた。一人の青年が、 狂しくく走ってくる。犬のように舌を出してあえぎあえぎ走ってきた巡査がいつの間にかシャッキリと立ち上がると青年はみるみるそこへ近づいた278の未成年だが帽子も被らず白がすりの人への胸をはだけしかも桁を片方だけ履いている青年は受付の窓口に両手をかけ きれぎれな声でこう言ったのだった。人殺しです。来てください。巡査は拝見の塚をガチャリと掴んだ。場所はどこだ浦べの別荘です。え浦べ。ワイバシのここをまっすぐに行った突き当たって左へ曲がった浦べです。寝室で、 ベッドの上で、頭を斧で割られて死んでいます。来てください。町は相変わらず死んだように静かだった。が、駐在所の電話は恐ろしい速さで S 警察署へ継がれて、そして巡査は重い靴をバタバタ鳴らして駆け出した。警察から自動車が現場へやってきたのは、 それから十五分の後である。ワイバという小さい橋の傍らに建てられたウ部という富豪の別荘で、自動車が来た時には、どこから来たかと思うほどの群衆が集まって、先に駆けつけた巡査は、汗水区でその群衆を制していた。自動車から赤ら顔の所長が降り立ち、続いて四五人の人物が姿を現すと、群衆の間からは、 低いけれど得体の知れぬどよめきが湧いてきたそして巡査は再び高く手を上げて荒々しくどならなければならなかった所長の一行が堤内へ吸い込まれても人々はさらにそこを動こうともしなかったそして口々に知っている限りのことをしゃべっていた額があんぐりと口を開いているそうだ 白い脳みそが見えているんだそうだったな額に斧が突き立っていたのを誰かがすぐ抜いたそうだ。殺されたのは主人公だ。六十格好の油切った男だった。サイ君は三十二くらいだ。若くて美しいよ。駐在所へ駆けつけたのは何という男だ 学校を出たばかりの建築技師だそうだその男がやったのかそうかもしれぬ美男子だな名は何と言うんだ辻村とか言うのだ青白い濃い眉をした男だ1時間ほど遅れて別の自動車が着きそれからは検事の一行が降り立った すると群衆はますます興奮したギラギラする日を浴びてめ々に一つでも余計に知っていることを誇るかのよう黄色い歯茎を出してしゃべり合い長いこと彼らはそこにとどまっていたそしてついに日の暮れ方2台の自動車が町の彼方に消え去った 23年の後のある冬の日、浦部未亡人は東京の郊外を歩いていた。知人の病院見舞いに行った帰りであった。風のない日でポカポカと暖かい日に照らされて、未亡人は穏やかな気持ちになっていた。奥さん奥さんではありませんか 板塀のある古い家の角を曲がろうとして彼女はふと後ろから呼び止められた振り向くと茶っぽいたまらしゃの街灯を着た30年輩の男が立っていた濃いあごひげを無造作に生やしその間から青い皮膚をのぞかせているちょっと身にはどことなしに不気味な感じがあったけれど未亡人は不思議にその人が怖くなかった 目元や頬のあたりに、どこか見覚えのある紳士であった。あの、どなたでございましたかしら言いかけてしかし、未亡人ははたと思い出した。そして、わけもなくドキンとするほど嬉しかった。まあ。おわかりになりましたか。辻村です。紳士は微笑して答えた。 唄部さんがお亡くなりになったから、ほとんどお目にかかりませんね。はい。本当におめずれしい。もう3年になりますか。髭などを生やしたのでお分かりにならなかったでしょう。でも、すぐ分かったのですもの。そう。そうでしたね。で、今日はどちらへおいでになったのですか ええ、この近所まで来たのですけれど。これからお宅へお帰りになるのですかあ、はあ、ぼつぼつ。私も友人を訪ねて留守だったのです。あちらで、ええ、米国に行っていたのですがあちらで知り合いになった友人がありましてね。そんなことをちょっと伺っておりました。 浦部さんが亡くなられるとじきにあちらへ行ったのでしたが偶然でしたね本当にどちらから言い出すともなく2人並んで歩きだしたがどちらも3年前の事件を口へ出さなかったそして浦部未亡人は妙に晴れ晴れしい気持ちになっていった 辻村青年の視線を絶えず右のうなじに感じながらそれを感じることが楽しかった途中で野菜を摘んだ牛舎に道を遮られた時と向こうから来た2人連れの紳士が無遠慮にこちらの顔を覗いた時とその二度だけかすかにイライラしたけれどしかし体の内はかつて覚えぬほどに若やいで、そしてうっとりとほてってきた。 形はわからないが何かしら楽しい予想が湧いた力のあるそのくせにふんわりとしたやわらかなものそれが今にも自分を抱きしめてくれそうに思われる右手に青年の街灯がちらちら見えてそれで未亡人は幸福だった奥さんは案外足が速いんですねえ そうよまだこんなに若いんですもの口へは出さなかったがそう言ってもいいような気持ちであったはしゃぎたいのをじっと我慢するようにして彼女は軽い足を運ばせた生垣のある住宅が立ち並びその間を完弱な道路が続いていたそしてそこを抜けると明るい広場へ出た いつもの道とは違っているのに気がついたけれど彼女は少しもそれが苦にならなかった君がかった草原には冬の午前の日がいっぱいに照り不思議なまでに青々とした向こうの丘の林から赤く塗ったガスタンクが朗らかに空へ抜け出していた空気は透明であり暖かであった体ごと溶け込みそうな空気である 薄地もの溶けた黒土に真新しいフェルト草履が吸いついて広場の中ほどまで2人は黙って歩いていった道がだらだらと下った時そこには不規則な三尺幅ぐらいの水たまりがあった辻村青年はポンとそれを飛び越えてにこやかに言った「奥さん飛び越してごらんなさい」 見ると青年は女のようにきれいな両手を前へ突き出している浦部未亡人は違がほう方へ駆け上ってくるのを感じたがそしてちょっと躊躇したけれどその躊躇は長く続かなかった青年ののびのびとした肩と胸とそれをめがけて彼女は身を躍らした腕が腰の周りにかかった時ハッとしたけれど 離れようとはしなかった熱い息が顔にかかるあら口の中に声を消して彼女は目を閉じたまま顔を仰向けた3数秒間 浦部未亡人は目を閉じていたじっと男の唇を待っていたがそのうちに彼女は何かしらギョッとするものを身内に感じて思わず目をわかねばならなかった自分の顔へ確かに23寸ほどの近さまで迫ったはずの男の唇がどうしたものかそのままそこに止められやがてスッと遠ざけられた 線に回された腕の力ががっくりと抜けたのであったひょいと見上げると青年の顔は紙のように白かった目はやや下向きにじっと一つところを見つめていた未亡人はせわしくその視線を追いかけたがたちまち「あっ」と言って男にすがりついた水たまりの端に一つの人形が落ちていた 背丈七八寸の小さいセルロイド製の人形だが片足を水の中に突き込んで仰向けに赤いむき出しの腹を火にさらし頭をあんぐりと裂かれていたそしてその裂かれた頭の中には紙くずらしい白いものが詰め込んであるそれが彼女にとってはひどく恐ろしいものに見えた3年前の との死が、まざまざと目の前へ浮かんだのだった。悪いものがありましたね。しばらくたって歩き出すと、青年は低い声でこう言った。そしてそのまま十五六件進んだが、二人は言い合わしたように道を横へそれた。枯れ草がだんだん深くなり、裾へいろいろの草が絡みついた。 卜部未亡人は石の上へそっと腰を下ろしやや長いこと黙っていた青年はその周囲を同じく無言のまま歩いている商船電車の響きがかすかに伝わってきた奥さん青年はついに言った奥さんは卜部さんの亡くなった日のことをよく覚えておられますか ああ。でもしかし、あれは過ぎてしまったことですわ。そうです。過ぎたことです。そして、犯人も不明のまま葬り去られた事件です。奥さんは、その犯人が誰かということを一度もお考えになりませんかもちろん、お考えでしょうね。ええ、考えますけど。 未亡人は相手の意向を探るように言葉を途切れした。でも、考えてもわかりません。本当にそうですか本当にそうです。奥さん、僕は僕がどんなに奥さんのことを考えたか知っていただきたい。青年は不意に声を震わせて言い始めた。 僕はあの当時には何にも申しませんでした。しかし、奥さんを愛していたのです。建築技師としてお宅へ伺うたびに、僕は奥さんにお目にかかるのをどんなにか楽しんでおりました。そして、あのことについても、僕は誰にだってそれを言いはしないのです。僕は奥さんがどんなに洋服でもいい。 だが僕にまでこんな待ってください未亡人は言葉を挟んだあなたは何か誤解していらっしゃる私が主人を殺しでもしたかのようにそうですそう言ってもいいと思いますまあとんでもないと言った未亡人はしかし明るい顔だった 奥さん、なるほどあの事件は随分妙なことになりましたそうですあの時奥さんはご病気で別室にお休みになりましたね朝になって浦部さんが斧で惨殺されていて警察の方の説明では主人の寝室には誰も外から入った形跡がない洋風にできた寝室で窓もドアもぴったりと閉じてある だからあの斧は通風口からでも投げ込まれたという話でございましたね斧の柄がほとんど垂直に立っていてだから犯人が枕元で撃ち下ろしたものではないどこからか投げられたのだろうけれど天井から落ちたとは思えぬし通風口から飛び込んできたのだということでしたそして私もよく覚えていますわ誰かが あの別荘の裏でおのを振り回していて手が滑ったのだろうと言っていましたねえ辻村さん私あれを聞いた時は随分おかしかったのですよそして今思い出してもやっぱりおかしいのですわだって随分こじつけじゃありませんか未亡人はここでほほほと笑ったそして言い出した 私はそんなに盲目ではありませんよ。あの時に臨検した検事はあなたの親戚の方だったのでしょう。そして、あなたがあのこじつけを持ち出したのでしょうね。青年は無言のまま夫人の顔を見つめていた。ですけれど、私は何も申しませんでした。夫がどんなに私をひどい目にあわせたか。 それをあなたはよく知っておいででした。そしてあなたのお心持ちもわからぬではありませんでした。苦しんだのですけれど、なりゆきに任せる気になったのです。建築技師のあなたですもの。世のうちに天井裏へ入り込んで、主人の頭へ斧を落とし、そして天井板を元通りにしておくくらい。ええ。 とできると思いました。ですけれど私は黙っていたのです。それをあなたは何ということをおっしゃるのです。私が主人を殺したのだと。い,いえ。あなたは、思ったよりも卑怯な方ですわ。奥さん。青年はやや興奮した。なるほど。奥さんの推理。 いや、想像は当たりました。しかし、奥さんの方が私より卑怯です。なぜなんですじゃあ、申しましょう。実は私は、それを奥さんの口から言っていただきたかったのです。が、仕方がありません。未亡人はいぶかしい顔をした。いかにも私は、 天井裏から斧を落としました。しかし奥さん、浦部さんはあの時すでに生きてはおられなかったのです。ほとんど死んでいたのも当然です。私は放っておいてもその世のうちに死ぬ人の頭へ斧を落としたのです。え未亡人は顔色をさっと変えたが、しかしまもなく平成になった。 いいえ、そんなはずがありません。どうしてあなたはそうなんです青年はブルブルと身を震わせた。そんなはずがないなどとよくもぬけぬけと言えますね。実にあなたはしらじらしい。あなたは、恐ろしい人です。こう言ったまま二人はまたしばらく沈黙した。 青年の顔に現れた怒りの色は、だんだんに暗い表情となり、未亡人の顔には、反対に明るい色が浮かんできた。辻村さん未亡人は優しく呼びかけた。あなたはどうしてそんなことをなすったのです言ってくださいな。青年には未亡人の意志がわからぬらしかった。 それで再び憤りの色を表した。どしがたいあなたはどしがたい人だどうして僕に言わせようとするええ。そうなんです。よろしい、言いましょう。あなたは浦部さんを憎んでいました。肯定しますね。その通りです。 そしてあなたは、うらべさんを毒殺しようとなさったでしょう。さあ、どうもそれは。いえ、そうです。毒殺しようとしたにしておきましょう。そらその通りあなたは曖昧だこの際になってもまだそれを隠そうとなさるのだいえい、でははっきり言いましょう。 私は主人を毒殺しようと思っておりましたですがあなたの説明を聞かねばなりませんよそこであのよ、あなたは病気のために別室へ休まれたほどなのにもかかわらず浦部さんの寝室へ一度行かれましたねええそうですよ確かあの時は軽い風邪だったかと思いますよろしい では説明をいたしましょう。あの世のことでした。十時か十一時頃だったと思いますが、私はあまり蒸し暑いので裏庭の方を歩いていました。そして何心なく浦部さんの寝室を覗くと、そこにあなたがいたのです。それでどうしました悪いこととは思いながらじっと見ていると、 あなたは窓の方を向きました帯の間から手早く白い包み紙を取り出しその中の粉末をコップに入れそれから何かの酒をついで浦部さんに飲ませましたはて妙なことをすると思ってそれから15分ほどの後私はあなたの寝室へ忍び込みましたまあ あなたが浦部さんの寝室から帰り寝まきに着替えて川屋へ行かれた留守を利用したのですで時き捨ててあった帯の間を探るとまだ一包みだけ同じような紙包みが残っていました自分の部屋へ来て調べるとそれが薄桃色のモルフィネです私は前に見たことがあったので着色したモルフィネだということがすぐにわかりました でしかしモルフィネだからといってそれがすぐに毒殺だとは言えません鎮痛剤としても用いられるし人によっては数時間ごとにそれを欲しがる人もありますだから私は念のために女中に聞いてみたのですすると女中は言いました「旦那様はモルフィネなんか決して飲みません」 あんなに薬の嫌いな人もありません、という返事ではありませんか。あなたがコップの中へそれを隠して入れたところといい、私は全く、はっとして考え込んだものでした。それからどうなったのです未亡人はもどかしそうに後を促した。でしかしそうなると私は、 とんでもない失敗をしたことに気づきました。翌朝になって浦部さんが死んでいた時に、その死体を解剖すれば、モルフィネのためだとすぐわかる。そして、女中に私が口を滑らしていたこともあるのだし、第一、結局はあなたの罪が露見する。そう思ったものでした。私がいかにあなたの罪を背負ったにしても、 モルフィネを手に入れた経路を調べると、どうもなんとなく危ういように思えるのです。モルフィネは、堂々と手に入れてあったのですのに。未亡人はつぶやくように言った。だからです。奥さんが買われたことが知れれば、すぐに奥さんに嫌疑がかかります。そして解剖されれば、奥さんはきっとおどおどする。 それだけでも奥さんが疑われると思ったのです。そこで考えたのは、何かはっきりした致命傷を作っておけば、解剖されてもモルフィネの方は注意が行き届かなくてわかるまいということです。一見してそれが致命傷だと思われるような傷。それを私は散々に苦心したものです。そんなにまでして。 未亡人の語尾は寂しく消えた。私は斧を持って天井裏へ忍び込み、そこからそっと覗いてみました。浦部さんは生きているようにも見えました。伝統が暗かったのでよくわかりませんでしたが、どちらかといえば、まだ薬が十分効かずに生きていてくれる方が良いと思いました。 おのを落としても血が出なくては困るからです。そして、おのを私は落としました。一か八か、そう思って落とすと、見事に命中したのです。そうして、今日まで身を隠しておられたのですかそうです。そしてその間、 しょっちゅう奥さんに会いたいと思いました。けれども、けれども、会わない方がよかったです。私は、あなたのことを遠くで考えていた方が幸福だった。私が毒殺を企てたことを、そうですわね。これを押しかくそうとしたのが悪かった。 とおっしゃるのでしょうね。無論です。浦部未亡人は、その時何を考えたか、ふっと黙り込んだ。いつしか風が出て、枯れ草がヒューヒューと鋭い声を立てた。辻村さん未亡人は、熱い手で青年の手を握った。あなたは、 私が謝っても許してはくださらないおつもり青年は黙っていたねっ官してちょうだいね青年はなお眼鏡に黙っていたそしてそのまま二人は石化したように立ち尽くしたがやがて青年の腕が大きく広げられた奥さん 青年は叫んで未亡人を必死と抱きしめた5 4日ほどの後である S 町で上司を遂げた一組の男女がありその噂が町中にパッと広がった時ある老学子が感慨深そうにこう言った。 あら、やっぱり不運な女だよ。三年ほど前にわしのところへモルフィネをよくもらいに来た。わしの入れ知恵だがね、寝る前にそれを主人にこっそりと飲ませるのだ。主人は何にも知らずに平穏に眠ってしまうという寸法で、長い間それを続けたので、 モルフィネの分量はだんだん増していったよえ何何のためにそんなことをしたかというのかいいやリュウマチなんかじゃないリュウマチなんかの突発的な疼痛には病人の方からモルフィネを欲しがるくらいなのだそれを本人には知らせずに飲ませるのだ分からんかね 女の主人公というのを君は見なかったか油切った老人でね、見るからに君の悪い男だったよ。それがね、念入りにもサドなんだ。サドなのだよ。サディズムという病気みたいなものさ。そうさ。 気狂いと言った方がいいかもしれないなそしてしかしこの老医学者の物語はおそらく辻村青年の耳には聞こえなかったかと思われるモルフィネの真の用途を青年はついに知らなかった